というわけで火曜日、まあ、とりあえず情報見るか、セーブします。基本的にロードしない、リロードはしないですね。羽ばたきニュース、ファッション大冒険、商店街に新しいお店ファッション大冒険が仲間入り、トレンドを抑えた T シャツなど一着は欲しいカジュアルアイテムばかり、水着や浴衣の取り扱いもあるのでシーズンごとに立ち寄ってみては。これしかないのかな今。はい、映画公演スケジュールは駅伝ボーイズ、次回が B 級ホラーと、イベント公演が羽ばたきお笑い演芸会、お笑いね。で次が、格闘ショーとです。これ占いなんです。大事なのは占いが見たいんです。これ占いを見ることによって何を今すべきなのかっていうのが分かるんですね。何をしたら、成功しやすいのか。ハッピーアイテム千数法、今週は勉強が一番いいらしいですね。勉強をした方がいいですね。勉強は基本勉強かね。芸術がどっちだったか覚えてないんだけど、芸術も勉強だったか行楽だったかちょっと覚えてないんだけど、基本的にはサードの時から変わってなさそうだね。この辺はまだ出てこないけど、勉強しますか。とりあえず勉強しましょう。ちなみにこの動画どこで切るかわからないです。お、ほら光る。これはもしかして、あ、昨日風間くんと一緒にいた子。これは一番最初に話しかけてきた子だよね。多分一番最初ってか、そのゲーム始めるときに時の声やね。あなた羽ばたき学園の中等部にはいなかったよね。そっか、本作ってこの二人が友達なんだっけ。中等部にはいなかったらしいですね。私、うん、羽ばたき学園の中等部じゃなかったけど。みちるお姉ちゃん、いたら光たちとっくに気づいてるって。かわいい声、そしてかわいい顔。わかってる、こっちも大人っぽくていい顔しとる。あれ、あなたたちどこかで花椿ツインズだよ。やっぱり花椿、花椿兄弟だ。花椿一家だ。花椿一家っていうのは、花椿っていうのが、その、なんていうのかな、ファッションリーダーの花椿五郎っていうのが、GS の一番最初に出てきたんですね。で、その家系ということで、まあ、ファッションに関して詳しいというのが、まあ、私の印象というか、いう感じですね。前作、サードの時も、花椿カレンだったかなという子がね、友達として登場していました。マリ？光る、ダメ。自己紹介する前にニックネームで呼んじゃ。今作の私のニックネームはマリーだそうです。あ、ミチルヒカルって双子モデルの花椿ツインズ。花椿ツインズ言うたろがい。あたり、花椿ヒカルだよ。かわいいな声。私は花椿ミチル。誰だっけ。これからよろしくね、マリー。え、マリーって私のこと。そう、可憐で幸せに満ち溢れる女の子、まるで愛らしい花のよう。毎回花椿家にはですね、あだ名をつけられるんですね。こんな風にもう名前名字関係なく同じあだ名が多分つけられるんですけど、2は1ちょっと覚えてない、あったかどうかも覚えてないんだけど、2の時がデイジーで3はバンビでした少しだけど光たちと同じ匂いがするんだよね。そんなことはどういう匂い。まだ目覚めてないだけ。でもね、ちゃんとつぼみは色づいてるね、お姉ちゃん。かわいい、マジで声がかわいい。どうしよう、この子攻略したい。変に思わないで私たち花椿一族にはちょっと変わった力があるの。この方もちょっと存じ上げなくて申し訳ないんですけど、めちゃくちゃいい声しとる。だから私たちには見える、高校生活でマリーを彩ってくれるたくさんの花たちが。うんうん、花、恋愛したら光に何でも聞いてね。お、ってことは多分光ちゃんが、まあ、いわゆる情報キャラかな。おしゃれが気になるなら私に聞いてね。ミチルちゃんがファッションアドバイザーやね。あ、うん、ありがとうミチルさん、ヒカルさん。ヒカルでいいよマリー。私もミチルでいいよ。じゃあまたねマリー。ってことは多分今作もあれやね、ライバルはないね。ん、やった、楽だ世界的ファッションデザイナー花椿五郎の親族の人気モデル花椿ツインズが同じ学校にいたなんて。ミチルさんはファッション、ヒカルさんは恋愛の相談か。
ところでマリーってなんだろう、確かになんだろう、バンビは確か小鹿っぽいみたいなとこから来てたんだけどな。マリーってなんだろう、デイジーは花だよね。あ、そろそろ予鈴が鳴っちゃう。教室に戻らなきゃ。わあ、ごめんなさい。は、急な方向転換は危険だ。すいません。あ、氷室さん、私あなたを前にすると言葉が出てこない。あ、氷室先生、すみません。怪我をしてから、させてからでは遅い。以後気をつけなさい。あ、すみませんはい。あ、氷室先生のネクタイにチョークの粉が。落としてあげよう。急に近寄…サービスやば、ファンサじゃんこんなん。な、何を急にさ、いくらネクタイにチョークの粉ついてるからって、人のネクタイいきなりパンパンパンってやりだしたらさ、だいぶやばい子だよ。ネクタイにチョークの汚れがついていたので、それ言ってからやね。そうか、大変失礼。新手のスキンシップかと勘違いした。されたことがあるみたいな、こういうことを過去にされたことがありますみたいな。え、スキンシップ？声張り付いた。なぜ驚く。私はここで長年教師をしている。君のような元気な生徒から幾度も、一体誰のことなんですかね。絶対これファーストの時の主人公のこと言ってますよね。やっち、こういうことしてくるんだよ、もう大好き。そうなんですね。でも私にはスキンシップは難しいです。ふん。え、よろしい。嘘。私でよければ練習台になろう。ちょ、それは解釈違いだよ、ひもっち、それは解釈違いなんじゃないですかね。え、ときめきメモリアルシリーズにはないのかなと思うんですけど、GS シリーズにはですね、PS2 版の2の頃からですね、スキンシップというモードみたいなのがありまして、デートの最中だとかに、まあ、こう、あるタイミングでこうスキンシップを取ることができるんですね。PS2 は選択式で、DS はタッチ式で、 PSP の時はなんかコマンドみたいなのがあったんですけど、毎回でもないかな、その DS ぐらいからかな、多分スキンシップのやり方みたいなのを教えてくれば、チュートリアルキャラやねみたいなのが、スキンシップのチュートリアルポジがいたんですね。まあ、大体それが弟だったりとか、まあ、サードは隠し攻略対象だった先生だったんだけど、ヒムロッチな、ヒムお願いします。では始める。スキンシップの基本を頭に叩き込みなさい。ヒムロッチからスキンシップの基本を頭に叩き込みなさいは違うよ。いや、おもろ。スキンシップエリアは大きく分けて、ごめたいです。頭、はい、目元、口元、体、腕の5つ、ね、まあまあまあそうね。エリアによって伝わる思いが違う。エリア、なんとなくわかるだろう。いや、わかりますけど、ここまでが基本だ。はい、理解はできたか。まあまあまあ基本は一緒やね、今までと。あ、はい、大丈夫です。よろしい。はい、次はスキンシップのアクションについて具体的に説明する。面白い、このめ、まあ、まあしょうがないよ、これはシステム的にめたくなっちゃうの仕方ないけど、ヒムロッチからこんなにめたいセリフが出てくるのおもろ。まずはタッチ。タッチ、相手に軽く触れてすぐ話す。今回私はテレビモードで軽く視線を送る、そんな意味合いだ。どうなる。次にコマンドかな、スライド。スライド、擦るように触れる、はい、くすぐったり寄り添ったり、はい、相手の意識をこちらに向ける、そんなところだ。面白いな、マジ。最後にためタッチ。ためタッチ、一点に触れたままにすることだ。見つめたり思い切った行動を意味する。まあ DS の時と一緒だな。これら3つのアクションを覚えておきなさい。はい、君が相手に触れる部位、触れ方で様々な気持ちを伝える、これがスキンシップだ。はい、以上、理解したか。理解したか、記憶したか、しました。はい、実際にできないのかな。よろしい。
ヒムロッチに触れ合う相手との関係もスキンシップの満足度に影響することを覚えておきなさい。好感度によってスキンシップ その今のアクションをやった時に、普通の時だと嫌がってたところが好きになった時はもう万歳歓迎 OK みたいなことがあるんですね。要は、はい、駆け引きを楽しむ余裕が持てるかどうかだ。なんちゅうことを教えとるん生徒に。あなたはでは実践だ、はい、的は大きい方がいいだろう。的は大きい方がいい。手をつなぐ、腕を組む、そんな意思表示をする場合、君ならどうする？実演講習だ。来い。来い。はいはい、こうやってやるんだね。腕を組むは、タッチか？あ、違う。まったく、君は何をしている？腕を組むはあれかな？ためタッチか？すぐに離さず、はい、ためてタッチだ。思いの深さを表現するんだ。口元に大胆な行動、それが何を意味するかはお互いの関係次第だ。ヒムロッチ、こんなとこで実演講習だ。こんなさ、廊下の階段の踊り場で何してるんですか私たち。あ、それでいい。何、十分だ。踊ってんだよ。エクセレントだ。そうだ、成功した。それでよろしい。はい、エクセレントだ。やった。グッドポイント。グッドポイント。理解が早いな。でしょ？では、今日のレッスンはここまで。まあまあ、さすがにいいでしょう。うん。若者らしい、健全なスキンシップで、信仰を深めることも大切だ。あ、おい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 。では。おいおい、唇にタメタッチさせといて、何が健全なスキンシップじゃ。どの口が言う？今日はいいお天気だな。よし、お散歩して帰ろうっと。いいね。あれからりょうたくん出てきてないけど、たくさん歩いたし、そろそろ帰ろうかな。なんだろう。おい、あれ、なんだ、花椿五郎じゃないか。え、五郎さん出てくんの？本当だ、世界のファッションリーダー五郎先生だわ。五郎先生、海外でのお仕事とかあったんじゃないですか。そんな有名な人が来てるの？見つけた。え、ちょっとそこのあなた。変わってねえ声。え、私ですか？え、ワンがさ、出てから何年経ってる？20年経ってんじゃないの？ええ、そう、あなた。ちょっとこっちへいらっしゃい。ああ、ぬるぬる動く五郎ちゃんだ。面白。あ、はい。それで目を閉じてもらえるかしら？目を閉じてって言ったでしょ。はい、同じこと言った。そう、ほう、あら、このヘアピンは、もういいわ。あの世界的ファッションデザイナーの花椿五郎先生ですよね。どうも。でもね、今ここにいるのはハバチャの特別アドバイザー、花椿五郎よ。ハバチャって、ハバタキ氏の総合情報誌、ハバタキウォッチャーの。そう、そして今日からあなたは、ハバチャの新人編集部員。は？え？忙しくなるわよ。このハバタキ氏にいるダイヤの原石たちを見つけ出すの。なんか知らんの始まったって。なんだ？ダイヤの原石？そう、輝く才能を内に秘めた子たち、ダイヤの原石がザックザク。可愛い女の子を集めるのか。あなたがその原石を、今を輝く素敵な人に磨き上げちゃって。なんだこれ、サブクエストみたいな感じなのかな。え、そんなこと私に。心配はノンノン、あなたならできる。単なるバイトと思っていいわ。お題は？気が向いた時に羽ばたき市を歩いて素敵な記事を書いてちょうだい。なんか新聞記者になれって、別のゲームでもやったんだけど。それじゃあ頑張って。アデュー。アデュー。行っちゃった。私が羽ばちゃの編集部員に一体どうすればいいんだろう。何の説明もねえな。どんな記事書けばいいかもわからん。さて、今日は何をしようかな。勉強しようか、部活に入ろうか、それともハバチャ用に取材をしてみようかな。まあ、これ普通に日曜日のあれかな。だね。うわ、迷う。
じゃ一回さ、でもりょうたくんのさ情報聞いてさ、なんかりょうたくん部活入るのかな。どうしよう、マジでりょうたくん、りょうたくん、りょうたくん。透明のお庭。こんにちは、マリー。花椿みちるです。突然で驚かしちゃったかな。ヒカルがね、マリーともっとお話ししたいってチャットのグループを作ったの。メンバーはマリーと私とヒカルの3人だけだよ。はーい、マリー、ヒカルだよ。ここでなら学校で内緒話するより堂々とやりとりできるでしょ。だからこっちでもいっぱいおしゃべりしようね。サンキュー、サンキュー。普通に文字打ってないのかな。ひどく早っ、早っ。やった、これからもここでもよろしくね。すごい、ヒカルちゃん多分スマホずっといじってて、めちゃくちゃフリック入力早いタイプだね。わ、はじめまして、羽ばたき師の皆さん、はじめまして。今日から羽ばたきウォッチャー編集部で、街の情報と今を輝く素敵な人たちを紹介するこのコーナーを担当します。新人の私ですが、編集部の特別アドバイザー、五郎先生の期待に応えられるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。私が書いてる、これ。画素スター。いや、画素スターは、いいかな。あ、ADV イベントですね、これ。ADV イベントっていうのは、風間、これ、今、風間って書いてあるんですけど、風間くんから見たお話なんですね。どのお話かは分からんけど。え、これどうしよっかな。その場その場で読むのがいいのか、後でまとめて読むのがいいのか、その場その場で読んでくか。出たってことは多分、じゃあ吹くよ。せーの。このタイミングがいいんでしょう。だいぶ吹いたな。やち、ここ。願い事どころか、絶望だった。ごめんね、りょうた。お父さんのお仕事が急に決まった。ああ、引っ越しか。月曜の朝には出発だ。話したい友達がいたら、明日のうちに会っとけよ。あの日、教会から帰ってすぐ、イギリスの学校に通うって説明されても、何も理解できなかった。あ、あの日に言われたのか。分かったことは、もうあいつに会えないってことだけ。日曜日は部屋に閉じこもって、入学祝いで買ってもらった百科事典でイギリスとの距離を調べただけ。9000キロ。隣町に一人で行ったことのない俺たちにとって、それは絶望的な距離だった。それを知って、あいつに会いに行けるほど強くはなかった。風車の願い事？翌日、永遠の距離に引き離された。なんてひどい仕打ちだ。戻ってきたのって、風車の願い事のためなんですか？イギリスについて、しばらくは記憶がない。子供はある意味強い。自分を守るために、器用に心を分割する。でも、最初のクリスマス。向こうのお友達に、クリスマスと新年のお祝い、送ったらどう？向こうのお友達。何気ない一言で、半年以上封じ込めていた思いが溢れて。どうしたの、りょうた？涙が止まらなかった。母さんを困らせた後、机に座ってカードを書いた。メリークリスマス、ハッピーニューイヤー。印刷された楽しそうな文字やイラストと自分の気持ちが遠すぎて一文字も書けなかった。母さんには今年はいいやとごまかした。でも自分はごまかせなかった。手紙も書けない、電話なんかできない。本当の別れだったって事実が重かった。その後、毎年年末にはカードとにらみ合ってた。手も足も出なかったけど、今年は何か書けるかな。連絡も取れなかったのか。それで、うわー、まあ、こういうことなんですわ。こういう、この時この人は、この男の子は何かを、何を思ってたかってのが分かるイベントなんよね。いや、もうだってこんなさ、見せられたらさ、りょうたくん行くしかなくない？まだ、道ひかルーム。あ、裏、占いじゃない、ファッションのあれかな。大人気の双子モデル、花椿ツインズがハイティーンに向けてファッションと恋愛トークを繰り広げちゃう。私たち姉妹の高校生になりましたと。みちる姉です。みんなと恋バナするのが楽しみ。まだ留学したばかりなので、これからたくさんの友達を作って恋の話に話すかさ。キーアイテム、カーディガンと、色がブラックで、アクセサリーがハットと。デートの時に見つけていくとイメージアップができると。覚えておきましょう。とりあえずね、私はですね、電話をします。で、うわ、まあ、誘えるんだけど、ここはヒカルに行って、一旦情報を仕入れましょう。はーい。電話ありがとう、マリ
可愛い。ヒカルだよ。ちょっと相談があるんだけどいい？何何？恋愛のことならヒカルさんに聞いてもいいって言ってたよね。ミャーシュール、マリー恋しちゃったの？何でも聞いて。知り合いの情報を聞く。評価も後で切るかな。周りの人のことを詳しく知りたいんだけど。うんうん、誰のことを知りたいの？うわーお。9月9日 A型178、 バイト雑貨屋か。雑貨屋で働こう。クラブはない。じゃあクラブなしでいいかな。どうする、なんか入るっていうのもあるよ。手もあるな。入って損はないんだよな、別に。日曜日取られないような部活がいいな。お父さんの仕事の都合でイギリスに移住していた帰国子女。うん。デートをするなら二人きりになれるところが好きみたい。ショッピングも20丸。ほわー！やっぱ好感度がさ、多分高いから、もう最初から二人きりになれる、ちょっと静かなところというか、もう密着できるところがいいんだ。ずいずい来るな。みかげ。みかげさんはやっぱ先生だから電話ができないんでね。やっぱ課外学習で好感度上げていくタイプかな。まあ、クラブが陸上か園芸と。教科は生物。園芸部の顧問で陸上部の幽霊顧問。まあなんかどうせ、この人を攻略ってなった時に園芸部とか陸上部入るから、誰もいないようなところがいいんだよな。女の子とかね。ミチルの情報見れるけど、ヒカルの情報は？ヒカルの情報はないの？11月22日と。ヒカルの双子のお姉ちゃん、お料理がとっても上手で、へぇ、和菓子屋で働いてるんだ。体重はハテナと。ヒカルの情報。他にも何か聞きたい？とりあえず一応聞いてみる。まだ会ったばっかりだから。出会ったばっかりの先生と再会したばかりのりょうたくん、果たして好感度は？絶対普通だぞ。でもマリーの評価だね。ほんとね、こんな感じだよ。やっぱ普通なんだ。ほら変わらん。変わらんのや、見かけと。へぇ。まあ、この二人も変わらん。まあ、やっぱあれやん、あれなんだね。変わらないんだね、そこは。まあ、そらばそう。他にも何か。とりあえず、それでいいかな。ヒカル応援してるからね。マリ、頑張。はい。ありがとう、ヒカルさん。またね。あ、時間使わないのか。電話で。はーん。え。買いに行くか。りょうたくん何が好きかな。まあ、でもりょうたくんは多分ね、ピュアだと思うんだわ。ピュアだと思うんだよな。いらっしゃいませ。ピュアすぎるかな。きついよ、結構高校生で今のフリフリの服着るの。はい。あ、なんだ、カーディガンがいいみたいなこと言ってたな。ないしな。おお。可愛いところ。ありがとうございました。いいお買い物できたかも。ミチルさん。マリー、自分磨きは順調？実はよくわからなくて、どうしたらおしゃれになれるかな。今全くおしゃれしてない状態で会いたくなかったな。今初期衣装だから。ファッションのことなら任せて。絶対ダメ出しする。はっきり言うからちゃんと聞いてね。はっきり言うから。うん、わかった。まず今日のマリーのファッションは、はい、流行を抑えればバッチリだよ。あ、そうなんだ。流行を抑える。そう、私たち姉妹のコラムに今流行りのアイテムが書いてあるからチェックしてみて。流行りのものを身につけることでおしゃれはどんどんレベルアップするからね。流行のアイテムをチェックか。コラムを見なきゃダメみたい。いい？マリーが次のファッションレベルに上がるためにはまだまだ努力が必要かな。だろうね。さっき言ったことを意識してみてね。でもハットは買ったから。まだまだか。もっと努力しなきゃ。任せろ。配りしないと雑貨屋出てこなさそうなんだよな。お、あれ、風間くん、おはよう。もしかして待っててくれたの？嘘でしょ、一緒に投稿してくれんの？待つも何も通り道だろ。あ、そっか。本当に小学生の時に戻ったみたいだね。そうだな。お前見てるとブランク全く感じない。まあ、成長してないとも言う。
冗談まで言っちゃって。風間くんはだいぶ変わったね。そうか。背がだいぶ伸びたよね。当たり前だっつーの。何年前の俺と比べてんだよ。まあね。はいはい、いいんですよ。今日もお前は平常運転ってことで。行こうぜ。もう、どういうこと？天然ってこと。順調に行きそうだな。風車の願い事。順調なんだ。そっか。固めてくるな。そっか。風間くんがそう思うなら間違いないかもね。こんなこと言ってても別に好感度は普通だし。こんなこと言われても他の人のパラメーターが高ければ他の人に行くんだよ、この女は。風間くんの願い事は私のお願い事でもあるから。風間くんからしたらこんなんプロポーズよ。お前は間違いなく元気だし、俺は時差ボケも解消したし、あとは。あとは？キャッ！こんなところに水たまりが。鮮やかなドジっ子っぷり。いい。面白すぎる。笑うなよ。もう。ほら。近っ。低下して。いつまでもそこ突っ立ってたら、靴に水が染みちゃうぞ。あ、うん。ありがとう。あ、いっそ靴脱いじゃって、下駄箱まで背負ってやろっか。はい。おんぶ。遠慮なく。あのさ。噂されるんですけど。一緒に帰って噂されると嫌だし。ちょっと風間くん大丈夫だからね。みんなが見てるよ。ねえ、あれ風間くんだよね。何してるのかな。別に噂されるのはいいんだけど、女の子からのヘイトは買いたくないんだよね。私一緒にいるあの子誰。ひえ、怖いよ。知らない。でも仲良さそう。まあ幼馴染なんで。特権なんで。別に見られても俺はちっとも困らない。私は困ります。困らんけどな。まあ女の子からのヘイトは買いたくないけど。どうしよう、デート誘おうかな。あ、なんか忙しそうだね。とりあえず一回言っときたいよな、デート。もしもし。あ、風間くん今ちょっといい？なんかあったか。あのね、うわぁ、いいな、なんかあったかって。どうしよう、来週、来てくれるかな。結構急だけど、どうかな。あ、もう結構いっぱいあるな。どこ行こう。密着できる場所が好きって言ってたよね。カラオケとか行く？4月25日にカラオケボックスで歌いに行かない？了解。いいんだ、もう即答。二つ返事。じゃあ4月25日に駅前広場で待ってるね。楽しみだな。はい。やったー、早く4月25日来ないかな。やった。早速デートだ。デートだぞ、貴様ら。ヒカルさんだ、これニックネーム変われるんですよ。ヒカルってよ、ヒカルでいいよって、カタカナとひらがな表記何が違う？ヒカルでいいよって言ったからヒカル多分 OK なんだよね。帰ろ。一旦帰ろ。ヒカル。あ、マリー。いや、よかったら一緒に帰らない？うん、いいよ。やった、よかった。ヒカルと楽しく下校した。うわ、デートだ。セーブしよう。とりあえずこれでいいかな。このまま行こう。ナチュラルが好きか、キュートが好きか。風間くん遅いな。あ、でも多分ハットつけてるからハット先に言われるんだよな。あ、風間くん。あ、見つかったか。なんだよ、白ワイシャツ。え、もう少しで先に来てたふりできそうだったのにな。ちょうど来たのか。もうスキンシップ。どうした。え、でも分かんないぞ。意外と鉄板。何か言いたげだな。うん、お前はそういう色が似合う。色。え、俺が言うんだから間違いない。好きな色持ってきた。多分白かな、これ。多分白着てるから。
風間くんって白が好きなの言ってくれるんだ。覚えておこうと。あ、なるほどね。好きな色を選んでしまったからジャンルがわかんねえな。へえ、難しそうなアイテムだけどさ上手に合わせるんだな。これハットのことやね。あ、ハットのこと？そう、それ似合ってる。うわ、ガクガクガク、やばいやばいやばい。お前のオンステージ楽しみだ。なんかドストレートに言ってくれるからさ、オンステージお前も歌うんだよ、風間くんも歌うんだよ、歌うんだよ。ん？手ギュってやったらやかな。密着でもしたいよね。やめろって。やめたんだ。そうなんです、すいません。やめろなんだね。手は。カラオケか。組めないらしい。独特のシチュエーションだよな。シチュエーション？風間くんの美声が聞きたいな。二人でデュエットしようよ。私の一曲聴いてください。むずい。多分これだと思う。わかった。お前の真似してればいいんだろ。歌好きなのかわかんないからな。まあまあかな。はい、まあまあでした。今日はサンキュー。じゃあな、まっすぐ帰るよ。はい、はい、現地解散。まあまあか。やっぱ歌は別にそんなでもないのかな。誘いまくってもいいんだけど、どうなんだろう。誘いまくってもいいんだけど、誘うか。そうか。はい、風間亮太です。ただいま電話に出られません。あら、あー、バイトかな多分。これ、祝日だからね。要件入れられるんですよ、今作は。辛いです。5月9日にショッピングモールへ買い物に行かない？聞いたら連絡ください。これでよしと。折り返しの電話を待とう。あ、風間くんからだ。はい、辛いです。多分風間くん、多分だけど好感度上がりやすいから、その最初の好感度がちょっと高めだと思うから、内部的なね、爆弾つきやすそう。メッセージ聞いた。早いな。返事は OK。 やった。ほんと？じゃあ5月9日に羽ばたき駅で待ってるね。期待してます。じゃあな。やった、やった、やった。はぁ、やばい。結局だろう、分かってんだから早く寝ればよかった。おい小次郎？おはよう、気持ちいい朝だな。何これ、原付？カブ？眠そうに歩いてんのよ。牛柄のヘルメットしてら。んじゃ、お先、急げよ日直。よし、乗せてってくれないのかよ。はい、行っちゃった。クラブ入るか、すっかり忘れてた。手芸部、園芸はいいかな。新体操、女子体操、ヒカルがいそう。陸上部もいいかな。野球部は多分男いるんだよね。女子柔道部、ああ、ミチルが柔道やってそうではあるけど、絶対女子のとこには女子がいそうなんだよな。生徒会は気になる。一番なんかね、誰もいなさそうなとこはないか、さすがに。吹奏楽は氷室先生が一応。でも吹奏楽は日曜絶対取られるって分かってるから、手芸部にしようかな。手芸部か生徒会迷うな。手芸部だな。手芸部に入ろう。まあまあまあ。男の子がいたら男の子がいたで、次のね、時に参考になるから。より良いクラブ活動ができるよう頑張りましょうね。かわいい声。はい、よろしくお願いします。女子力上げとこ。よし、頑張るぞ。あ、風間くんだ。風間くん、りょうたくんじゃダメかな。ちょ、一回呼んでみていい？いいと思うんだけど。一緒に帰ろう。りょうたくん、どうした？ああ、よかった。よかったら一緒に帰らない？ああ、いいよ。やった、じゃあ帰ろっか。いい声だな、本当に。教会の新ネタ仕入れたぞ。ネタ扱いなの？あんなに素敵な伝説なのに。だな。
みんな楽しんで遊んじゃってる感じ。そうかも。じゃあ今回はどんなネタ？氷室教頭。ほう？氷室先生の噂？氷室教頭が2匹の鬼を従えて教会の扉を守ってるって話。面白いネタ。その鬼の1匹は金髪で、扉に近づくと上から降ってくる。もう1匹は巨体で、花壇から睨みを聞かせてるらしい。この鬼って3のメインキャラですかね。多分ルカとコウ君のお話だと思います。いや、入れてくるな、小ネタをしっかり入れてくれる。それじゃ近づけないよ。そこまでして守る秘密ってのが教会に隠してる氷室教頭のスペアボディなんだって。絶対あの二人が流してる。その二人が流してるぞ。スペアボディ、どういうこと？氷室教頭は実はヒューマノイドで、今の教頭、学年主任の頃、担任の頃、3体のボディが存在するらしい。まあ、しますね。確かに1の頃が担任の頃で、3の頃が学年主任の頃で、今の教頭らしいですね。ボディ違うんだ。2人の鬼が氷室先生のスペアボディを守ってるの？まあ構図としてはそうなるな。元ネタが跡形もないよな。でも面白いね。今度氷室先生に聞いてみようか。は？お前無敵だな。聞くなら一人で行けよ。面白そうだけどな。話してみたいわ、それ。氷室先生に話したいな。という話をしながら、涼太くんと楽しく下校した。デートだ。こうするとキュートだ。キュートでどうなるかがちょっと見たいな。涼太くん遅いな。あ、涼太くん。あ、見つかったか。白。本当に白好きなんやね。もう少しで先に来てたふりで。へえ、いいじゃん。その格好、お前らしいっていうか、すごく似合ってる。自分のことを分かってる証拠だな。涼太くんに褒められちゃった。この服にしてきてよかった。キュートだな、やっぱ。ナチュラルどうなんだろう。嫌いじゃなそうだな。どこ行きたいんだ？了解。じゃあ行くぞ。あ、スキンシップさっき逃したかも。目を見る。嫌なんだ。やばい、スキンシップうまくいかない。あ、これいいじゃん。お前に似合うと思う。いやこれ、アントラ買っちゃおうかな。そうか、似合いません。買っちゃおうかな。だろ？あ、よかった。やっぱ俺の見立ては確かだな。これ引っ掛けもあるよ。今度それ着てこいよ。やったね、バッチリ恋しちゃう。やった。頭。どこ見てんだ？頭見るのはオッケーと。今日は笑ってばかりだな、俺。そうなんだ。じゃあな、まっすぐ帰るよ。でも送ってくれないからね、まだ。前も楽しめた、よかったよかった。マジでよかった。好感度上げてこう。